どうも、メインフェイズのリタです。リバです。タシガチャマです。メリークリスマス、メリークリスマス、シャリ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 、今年もやってきました、千夜のクリスマス。もうね、クリスマスがやってくる、もしくはもう来ているということで、編集上の都合でわかりませんので、はい、今日の曲は、巨大ケーキ早食い対決です。わーおー、素晴らしい。クリスマス行ったらケーキじゃないですか、うん、そうですね。ただ普通のケーキではなく、アホほどでかいケーキを仕入れました。でかいぜこれは。有名だと思うんですけど、はい、コストコのケーキですわ。はい、なるほど。こちらを今回2-2に分かれてチーム戦で制限時間以内に多く食べた方が勝ちと。なるほどね。 おもろだね。真の聖夜になれると。なるほど。キリストになれるってわけですね。なんで制限時間を設けるかというと、はい、この量を普通に無理です。無理。完食は2人じゃ無理です。ガチヤマ・リタチーム VS カズシ・イワチーム。うわー、なるほどね。だからもうお互いにガチでできてるコンビですね。あ、そうだね。そうか。そうだ、確かにそうだ。そう、言ってしまうもん。そうじゃないという企画を本日はやっていきたいと思います。よいしょ。というわけで早速やっていきましょう。タイムチャリチャリ、メリークリッチマチュー。わお。ですね、ルール説明をします。はい、ちょっとね、特殊なんですルールが今回、うん、おお。まず制限時間10分です。なるほど、なるほど。もうリアルなとこです。で、これチーム戦で一緒にバクバク食いません。1分ごとに強制でローテーションしていきます。なるほどね。なるほどね。でもガチャマとかバカ早いじゃん多分。はいはい、はい、だからで俺が食えないと、はい、だからガチャマもほぼ行ってくれっていうその戦法はできませんよ。なるほど、うん、あくまで平等と。そうですよね、北村さん。はい、間違いないっす。こちらの思惑通りっす。思惑、どういうことですか。1分間のインターバルがあることによって気持ち悪さとかがちょっと出てきちゃいます。うわ、やだー。確かにやだー。じゃあ早速いきますか。はいよー。巨大ケーキ早食い対決、よーいスタート。だよー。咳してんだけど。甘い。マジ。うわー甘いか。そんなに全然減らないな。カズシいける、カズシいける。全然減らないじゃん。カズシめっちゃいけてる。え、やばい。早いわこいつら、プレッシャーだわ。いいよ、フルーツ、フルーツ俺食う。フルーツ俺食うから。別にもう好きなところ食ってこう。バクバクいってますね。すごっ。え、待って、やばいこいつ。恐怖。5分の1くらいいってますね。すんご。はい、1分経過です。チェンジしてください。いただきます。いただきまーす。バク。マジックス。アラサー4人衆、甘さにやられております。喋れた。やばい。めっちゃ食べた。邪魔してないっすか、あのアンパイア。はい、1分経過です。すごいよ、今。さあ、ここまでは順調に見えますね。ここで大食感コンビです。あ、飲み込めない。こんな早く食えんのおかしいよ。この二人はスピードえぐつないっすね。えぐい。えぐいな、マジで。俺ももっと半分いくやん、そっち。やばいぞ、カズシ。だってガチヤバが異常。やばい、やばい、やばい。俺はほぼ食ってないぞ。やば。えぐい、えぐい。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。はい、1分経過、チェンジでーす。これ、来てんなぁ。2ループ目ですね。頑張ってください。とりあえず進んでいこう。手前のはいいや、うん、とりあえず進んでいこう。明らかにスピードが違いますね、前の2人と。3回やんの。やばいね、それなんだよ、うん、だから後々のペースも考えて食べていった方がいいかもね、うん、確かにね。食い切ってしまうかっていうペースできてます、このまま。すげえな。さあ、1分経過、チェンジでーす。チェンジか。早い。手前ってくれたんでかい。あんまり進んでるように見えないですね、今の2人は。さあ、カズシ君、手が震えてきました。もう気持ち悪い。マジで。うん。うまっ。まだターン的には折り返しです。あー、気持ち悪い。気持ち悪い。一気にペースダウンです。いや、マジで。ガガガガガガガ。ダメだよ、俺らの歳でこんなことやったら。1分経過、チェンジです。やばい。やばい、進まなくなってきたな。バン。はあ、皆さん苦しんでます。マジで気持ち悪い。はっはっは。うわ、うわ、うわ。YouTuber 魂、頑張れ、いいわ、頑張れ、いいわ。うわ。
一本経過チェンジでーす。さあ、ここでまた大食感コンビが戻ってきました。ここでどれだけ減らせるかというね、勝負になってきてます。ああ、やばい、舐めてた。やばい、ま、はい、1分経過チェンジです。八山くんペース落ちてきましたね。待って待って、マジで無理。ああ、やばい、ほんと気持ち悪い。ほんと気持ち悪いわ。マジで気持ち悪い。はい、1分経過チェンジです。ごめん、全然食えない。これでラストワンターンになります。残りみんな1回ずつなんで、ここはラスト頑張ってください。マジかよ。さあ、頑張って。泣きたい泣きたい。めちゃうわ。バグくん、やばい。やばい、やばい。ラスパ、ラスパ。あもう、もう、もう無理。一分経過チェンジです。ここで両者アンカーにバトンが渡りました。このアンカーたち、残りの数はほぼ同じくらい。このアンカーがどれだけ頑張れるかが、この勝負キーになってきます。頑張ってください。うっせぇ、あいつマジで。いや、頑張れ、半分。さあ、頑張れ。ああ、えぐい。えぐい、えぐい、えぐい。残り15秒、ラストスパートです。え、ガチで平人は頑張れ。終了。あー、ちょっと待ってください、審判。はい、メイフェイズ史上トップクラスです。お疲れ様でした。なんだよ、あの顔。僕的にこれ休み入れたのマジバケだわ。かもしれん。休んで次一口目がもう進まんかった。怖かった。結構ガチで、この10分間俺記憶ないんだけど。確かに食ってた記憶はあんまないかも。とりあえずどっちが食べたのかっていうのを見ていきたいんですけど、見た目はね、バカ僅差なんだよね。重さを測ってみましょう。多い方が負け、少ない方が勝ちということですよね。じゃあまず僕たちの方のチームから、レッツゴー。でん、 313g。 313g です。相当食ったぞ、マジで。1キロ以上は食ってる。それでこんなあるだもんね。続いて、カズシ岩チーム、乗っけてください。いきます。ドン。うわ、僅差。うわ、すげえ。めっちゃ僅差。マジか。334g。 うわー、マジか。超僅差で、リタ・ガチャオチーム勝利。マジか。いやー、あと一口や、一口。一口なの差だったね。マジで一口差だよ。あー、すごっ。ガチャオ死ぬほど食ったからね。俺も結構食ったつもりだけど、最初エグかったよね。これ、なんかあるんですか、この勝ち負けで。あー、一応勝った2人にははいプレゼントがありまして、こちらのせんべいプレゼント。しかも1枚。2人で何か食べてもらいたいなと。あ、まあしょっぱいのね、嬉しいから。そうですね、回復するかなと思いまして。いただきます。これは回復するんじゃないか。ほら見ろ、ほら見ろ、ほら回復した。どうすか。うん、まあ半目、まあ半目、まあ半目。おぉ、優しい。いいんですか。いいんですか。すごい仲間だろ。いいクリスマスにしましょう。ハッピーニューイヤー。ちょっと待って、メリークリ、メリークリのつもりだったんだけど。下ネタ言うな、お前。はい、というわけで、この動画が少しでもいいなと思ったら、高評価、コメント、ツイッターとインスタのフォロー、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブルーライトカットメガネ。